まあ結婚して旦那さんだけ働かないでみんなが働く状況にして、休めるのが順番に休めるような、まあ、子供を預けれる社会にする。で、まあ、奥さんも働いてるけれど旦那さんも休める。で、それでまあ子供の世話したり、まあ、その地域のスポーツの、まあ、コーチをやったりするっていう、多分、まあ、アメリカでもそうだと思いますし、まあ、教会があるんで、日曜日休みで土曜日で試合終わるわけじゃないですか、必ず。で、日曜日は家族の時間なんで、絶対その土曜日で終わるわけですよ、リーグ戦とかも。で、そこの全体のこの仕組みというのが、まあ、多分働き方も含めて、それでまあ子どもたちがやれるスポーツの環境、それが部活動も変えると思うんですけど、意外とその学校だけでこう変えるっていうのはなかなか難しいのかなという難しいで感すよじはね。しますね。僕だからイギリスにいたじゃないですか。で、イギリスもやっぱり同じで日曜日休むんですよ。で、ただしさっき言ったこの学連、高体連、中体連がボランティアっていうのはとは違うボランティアがいるわけですよ。町の人たちがそうですね。競技会を運営してくれるボランティアがたくさんいて、それこそロンドンオリンピックの時にメダルメーカーって言われたような人たちが、今でもちゃんと根付いていて、で大学の中で陸上競技大会をやれば、その国際大会ができる。で、例えばラグビーの試合をやろうと思えば、周りの人たちがボランティアでチケット切りとか全部整備までしてくれる。そういう社の会がですね、ができてるんですよね。多分それはまあモデルケースの街みたいなのができていくつもできていかないとダメじゃないそうですかなね。と思いますね。本当は筑波とかはすいね、ません。そういう モデルになるのがいや、一もう番クラブね。もやってますし、子供たちの教室も柔道も陸上も、まあまあサッカーも地域の子たちですみよんね。な教えてるんですけど、まあなんかそれをこう見える化して、で、学生は本当に学生の勉強の時間を削りながら地域の子供を教えてるんですよね。で、地域の家族とも関わり合いがあるんですけど、意外とそれがまあ見える化してないっていうか、まあ、それがその社会の中でどういうこうみんなの生活の中でどういう役割を持っているかっていうのをもっと見える化すると、それこそ変わっていくかなとは思うんですいけどや、ね。そう思いますね。だから、それと一方では今度、高体連とか中体連、高野連っていうのは、逆に選手のためっていうより、そこにいることがなんかこう、組織として偉くなっていくというか、まあまあ権利みたいな感じになってにきなっますよちゃね。うのかなっていうのは思いますね。だからもう、まあ、イギリス陸連みたいなのを一回破綻してしたことはあるんですよね。だからそういう運営をきちっと、まあ、地域に任せっぱなしになるとダメな部分な多る分ほあど。ると思うんですけもど、ちまあ、ろそういうイニシアチブを取るというか、まあ、こういうルールでこれぐらいをやっていきましょうって言って、その競技団体のまあ、ある程度の収入をきちっとしながらやっていくっていうのは、まあ、どうしても今のスポーツのやり方だと、まあ、新聞社とテレビ局がついてそれが主で、まあ、箱根駅伝が行われたり、まあ、高校野球が行われたりするわけじゃないですか。ですからそこの主導もあると思うんですけど、そこをもう巻き込んでこうそうです社ね。会全体がこう、変えていかないといけなそうくですて。ね、地上波から変えていかないといけないかなと思うんですけで、もっと言えば競技団体も多分変わんなきゃいけないと思うんですよ。まあ、で、多分陸連は数少ない独立している競技団体なんですね。で、岸記念体育館っていう、から出ました。競技団体がこう入ってる団体があって、そこから出ていく団体は自立している団体なんですよ。例えばサッカーで、例えば陸連で、例えばラグビー協会っていうのはみんな自立してるんですよ。バレーも出てますよね。で、残ってるのはレスリング とか限られてるところで。だけど、それやっぱ競技団体はもっとやっぱり逆に言えば国から自立していかないと、多分そのまあ文化としてやっぱりそのスポーツをこう根付かしていくぐらいの気持ち、気概を持ってやっ持ていかたないと、ダメですよね。国立競技場が陸上競技場じゃなくなってしまうので、これはすごく我々としては悲しいんですけど、やっぱりその場所に対する思いっていうのは日本人はすごくあると思いますし、
やったことに対してレガシー残していくということは、うん、まあ、その場所を大切にしていく、うん、みんながこう場を共有していくということだと思うので、うん、これからまあそのなんかいかにこう日本のスポーツ、まあ、甲子園、うん、あと花園みたいなものを良くしていくというか、うんうん、すごくあのいいものに共有していければいいよなと、うんうん、当然箱根駅伝もそうです。そうですね、はい、キーワードですからね、はい、ちょっとね、だからそういう意味で競技団体が僕はやっぱその自立をするためにはやっぱりバランスですけど、全部はフルタイムは無理なので、コアの人はフルタイムでそれをこう手伝う人たちがいるっていうふうになっていかないと、うん、どうしてもですね、今起こっている現象っていうのは国に対してお金をくださいっていうふうになりすぎてて、うん、こう生んでいくんじゃなくて、はい、こうあるパイをこうみんなでこう取り合っているような状況だからです、ね、そういう意味で大、まあ、こう全体国の全体の話になると、国の予算の中でスポーツの予算って今年340億なんですよ、うん、全体の中340億円がスポーツ庁についているお金なんです。でそれ以外で言うと都とありますよね、はい、サッカー区事で、収益を上げてスポーツにこう還元している、例えば地域のグラウンドを作ったりするお金、うん、大体200億なんですよ、で合わせると540億ぐらいじゃないですか、うん、でも一方では文化庁の予算は1000億を超えてるとかで、文科省全体の予算っていうのは大体5兆3000億ですよ、で国の予算は97兆って考えた時に、スポーツに費やしているお金って実は微々たるもんなんだけども、うん、でもじゃあ競技団体はじゃあ自己収入をどれぐらい上努力で上げてるかって言われたら、レスリング業界はやっぱり3億ぐらいは国からお金来るわけですよ。でも、うん、ほとんどはその強化とかで使っちゃって終わるんですよ。だから普及までいかないんですよ、うん、でそうすると、その場しのぎの自転車操業なんですよ、うん、もう強化強化でも長い年月かけないといい子育たないしファン増えないんで、その努力をどうするかっていうのがやっぱり問われているんですよね、うん、でその時に競技団体がやっぱり私たちはこういうことができるからお金を出してくださいって言えば、もしかしたら賛同してくれる企業がどんどん増えてくるかもしれないのに、自分たちさっきパッケージで話しましたけど、要は何がいいものなのか、何がナレッジなのかっていうのが多分競技団体の中でうまく整理できてないんじゃないかなと思うんですよね、うん、そうですね、うん、まあ、なんかその、まあ、あるチャンネルはこのスポーツ、うん、あるチャンネルはこのスポーツで、うん、まあ、なんとかこうどうにかしていこうっていうなんか向きが見えますけれど、うんうん、でそれをまあもっともっとこうもっとその、 あの学連だったりそういったものとのこうスタンダードを一定にしていく、うん、しかもそれがまあ J リーグのように子どものところまでこう見える化していくっていう、うんうん、なんかそういうところがあってもいいのかなと思いますけどね。面白いですね。だからそういう意味では J リーグもサッカー協会もそれ頑張ってると思うんですよ、うん、サッカー協会自体は年間200億の予算を稼ぎ出してるわけですよ、自分たちで、うん、だからいろんなことができる。そうですね、うん、だから J は J でいろんなことをチャレンジして、で今だんだんこう取り出されてる e スポーツ、うん、あれにもいち早く、J リーグは e スポーツに賛同します、うん、って言って、e スポーツのトーナメントに対してお金を募ってでスポンサードしてますよね、うん、まあ、それがいいかどうか別ですよ、うん、e スポーツがいいかどうかは別ですけど、いや、そうですね、そうするとやっぱりそのクラブ出身者が、まあ、今回のワールドカップも増えたり、うん、まあ、末永クラブですよね、うん、昔から、うん、クラブですね、そういったものがまあ本当はもう見える化してくると、学校のこう部活動に対する期待っていうのはなんかおいおいっていうのもあるんですけど、本当はまあ実は我々も学校の部活動で育てられていると思いますし、みんながその部活動に入る時代でしたから、そうですよね、その中でその学ぶことっていうのはすごく多かったと思うんですけど、うん、どうですかね、今これから、まあ、学校の先生に負担とかいう話はちょっと置いといて、もっと子どもにこういうことができるし、今まで通りこうやってやっていくべきだっていうのは、期待感もあります、ありますね、やっぱり多分部活動ってやっぱり学校の中の部活動は多分日本独自の、うん、例えば強化の仕方、うん、であとは普及の仕方
だと思うんですよ。あと 文化で文化が文化ですよね。だから、うん、ある意味だから日本の中のでやっぱりイギリスにも、うん、アメリカにもないでしょう。ないですね、うん、もう学校アフタースクールで、ですよね、終わったらバスが迎えに来て、うん、その場所に行って習い事に行くっていう。でそこにはプロのコーチがいて、うん、っていう、もちろんボランティアコーチもいますけど、だからそういう意味では もう一回こう学校の先生も含めて学べるような環境っていうのは、うん、指導者として、指導者として、うんうん、今までやってきた経験値だけではなくて、うん、やっぱりこう、うん、今の世界の実情とかコーチングの実情、科学の使い方も含めて なんかうまくこう学べるようなしつらえっていうのは大事かなと思いますけどね、うん、まあ、ライセンスをキープするのに、まあ、いろんな講習会やってますけども、うん、本当に忙しいですからね、うん、でも確かになんかめちゃくちゃ忙しいじゃないですか。まあ、e-learningでウェブで学ぶのもどうかなとも思いますけど、うん、なんかもっといい方法が、うん、あるかなと、まあ、研修の時間を作ってあげるとかですね、うん、まあ、学校部活動を見る先生にですね、うんうん、そこに余裕を持たせてあげる、5年に1回はこうちょっとこう休めるようにするとか、まあ、休めないにしても授業を少し免除してあげるとかですね、うんうん、担任をなくす免除するとかね、なんかそういうのがこう平等、ある意味平等になる形があってもいいかなと思います。で特に高校の先生とかに聞くと、まあ、あのやっぱり好きでやってんでしょって言われるって言うんですよ。うん、まあ、これはやっぱりある意味学校の中のその授業じゃないですか。授業っていうか、その授業っていうのはあのエンタープライズのとしてやっぱりこうあの成果教育以外のところでやっている、まあ、課外活動だから、ちゃんと職業の一部として認めてあげるっていう質問を作らないと、好きでやってるんでしょ、だから土日も行くんだよねみたいな。いやこれでも、まあ、僕も10年近くやっていましたけど、はい、これでもコーチもバーンアウトしますよね。いやすると思いますね。僕ちょうど10年やったんですよ、うん、10年やって、まあ、出たんですね、1回イギリス行ったんですけど、やっぱり疲弊しますよね。それも毎日朝練6時から行って午後練6時から見て、 でその間こう JOC 行ったり、スポーツ行ったりで帰ってきて、で車でまた2時間3時間見て、で次の朝また6時、うん、で週末試合ですから、週末試合ですから全国で試合あるんですよ。これはこの生活はちょっととても人に進められないなと思いますね。いや、うん、いや好きでやってる方は好きでやってますけど嫌いじゃないんですけど、これは毎年これを続けるのかなっていう、うん、自分も成長しているかもしれないですけど、そう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 、本当にこうせ、うん、選手がこう成長してて、うん、こんな社会に何を残していくのかっていうのが疑問に思い始めましたよね。でその中で大学の教員やから研究もやれ、でまあもちろんやりますけど、まあ好きなんですよねって言われていやまあ好きですけどねみたいなね、うん、っていうのがあったんで、そういうのも全部含めて制度自体のこう疲労っていうのは多分来てるような気がしますよね、うん、スポーツだけじゃなくて 学会活動もそうですけど、大学の経験もかなりね、かなりありますね。そうです。だからさっきもちょっと話した、多分フルタイムで全部フルタイムがいいわけじゃないですけど、みんな日本の実情を見るとスポーツ界ってダブルハットトリプルハットなんですよ。だから大学の先生で、大学の陸上部のコーチで、陸連のナショナルチームのコーチで、また他の肩書きこうみんなやってたんですよ。だから、うん、それはまあ多分日本の中でのいいところなのかもしれないですけど、世界とこう競ってやっていくときになかなか難しい分野なっていうのはすごい思いましたね。2つまでにするとそう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 それは ね、うん、それは多分高校の先生も中学校の先生も多分みんな一緒やと思う。やっぱりでもそれはなんかこう転職する文化じゃないとなかなか難しいってことですよね。そうなんです。まあまあプロフェッショナルになるってことはみんながこう
わっと動くような転職する社会にならないと、うん、まあ、今そのセカンド2つ目のサイドビジネスが社会で認められ始めて、うんうん、そうすると多分転職しますよね。そうですね、うん、そういう文化が本当はスポーツ界がもっと本当は先駆けて、うんうん、プロフェッショナルに なると、まあ、そういう学びを教えれる人たちがプロとして、うん、まあ、いろんなところで動けるというような状況になれば、まあ、でも本当は高校の先生とか中学校の先生は英語の先生がインターハイを優勝させるチームを作ったりするわけですよね。あ、そうですね、確かに。これは、うん、あの本当はそういうところにあの学ばせ方とか、うん、あの選手の学び方のいいところが、うん、本当はあると思うんですね。だからそういうのはもっとこう、うん、こう抽出して、うん、あの見える化していると本当にスポーツのなんか良さみたいなのが見えると思うんですけどね、うんうん、ただそれがメソッド化って言われるもんだと思うんですよ。だからまあ今いろんな競技団体さんと話している中でやっぱりある競技団体さんはその強化本部長が若返っていろいろ変えたいと、でその各種目種別種目でメソッド化をしたいと。なぜなら職人でやってその人がいなくなると、うん、そのものが残っていかない、うん、だからちゃんとメソッド化をしないとどこまで進んでるかっていうのは見えないって言うんですよね。大工さん、宮大工さんじゃないですか。そう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 、今場でも見て学ばないと分からないところもあるわけですね。はい、だから言葉にしたら分かったような気がするけれど、はい、やらしてみたら全然できないみたいなのがそうそうそうあるので、だ、うん、からそこのでそれって日本はそういう大切にする部分だと思うんですけど、うんうんうん、そういうのをなんかこう見えるように、うん、できると、うん、多分さっき言われたような英語の先生がインターハイ優勝させる、つまり音楽の先生が、全く違う自分の専門と違うスポーツで例えば何かで優勝させる、そこにはメソッドがある、うん、でそれをうまく使って自分なりに工夫すれば子どもたちが自由にやり始めるみたいなのが、うん、多分本当は一番理想なんじゃないですかね、うんうん。